はい、こんにちは。T-Rex のトシです。難しくないベース超入門の、マイナーコード編です。マイナーコードの、和音もメジャーコードと同じように、3つで表されます。3つ弾けば大丈夫ですね。で、メジャーコードの時に、と同じように、ちょっと分かりやすく、とりあえずね、今分かりやすくなんですけども、ルートを、緑色で弾きます。で、サンドマイナーを赤で弾きます。で、5度を青で弾きます。理論的には、ドミソっていうのがあって、メジャーの時も言ったと思うんですけど、ドミソのミの音、ドとソの音は同じです。ドとソの音、1度と5度の音は全く同じで、ドミソのミの音だけがマイナーの場合はフラットします。マイナーっていうのは暗い響きのコードのことです。明るい響きのコードが、例えば A の明るい響きのコードが、これが明るい響きですね。この間やって、この間じゃないや、メジャーコードの時にやった明るい響き、A メジャーで、これのマイナーコード、 A マイナーコードです。 A マイナーコードの暗い響きはこういう感じになりますね。ちょっと一応しとこうか。まあいいか、音だけ聞けばいい、ね、暗くなるでしょ。明るい響きはこれです。暗い響きね、このコードのをベースで表しなさいって言われた時に、弾けばいいラインを今から教えます。っていうのも、もう2種類しかないので、とりあえず形としてはだよ。形としてはね。はい、A だと仮定します。で、ここが5フレットだとまた仮定してください。5フレットね。ここ5フレットで、5フレットの4弦を押さえれば、メジャーの時と同じように A のあれですね、A が、出ます。で、次3度、メジャーの時はここだったんですけども、3度がフラットするので、半音1個下がるだけです。ここに下がるだけね。そして5度は全くあれと同じなんで、メジャーと同じなんで、ここです。ここから数えて、ここ弾くと、で、ちょっとね、こう広いでしょ、ものすごく遠いのよ。なかなかこう辛いわけだね。辛いので、今はルートをこの中指でやってるけども、小指から始めてもいいかな。そうだね、みたいな感じになります。で、もう一種類の方を説明しますね。はい、もう一つの、マイナーの形なんですが、またここが5フレットですね。で、5フレットを、人差し指なんですが、これさっきと同じようにルートを緑で押さえます。で、サンドマイナーの音を、さっきはこっちに行ったんですよね。こっちに行った。それを今度は同じ音なんですけど、この C 音、ここにも C があるんです。ね、同じ音なので、こっちの C 音を使います。そうすると、で、5度はここさっきと同じところ、こうやってここ行って、ここ行った、この5度、この5度は全く同じところを押さえます。そうすると同じ響きになりますね。で、こっちの方が移動距離が少ないので、マイナーの時はね、こっち使う人の方が多いかもしれない。
こうこうこう飛んでいくよりこうこうこう飛んでった方がちょっと短くなるからね、ここからここまでの間がね、じゃないかなと。なのでこれちょっとシール的にはルート3度5度、人差し指で同じ、ルートと5度、2回押さえます。これでマイナーの、2種類ですね、はい、覚えたと思いますので、これでいつでもルートから始めればできます。